どんなバイクでも、それこそ株とかでもね、このバイクすごい超気に入ってるんですよみたいな。だからすげえかっこいいですよね、そういう人って、うん、自分が好きだったらいいと思うんですよ、なんでも、うん、ただエンジンの造形美が僕はハーレーの中で一番好きだったんで、ナックルヘッド、ナックルのね、あとやっぱり、僕はもう個人的にですよ、個人的に、もうだからあれは80年ぐらい前のバイクになるわけですよね。そういうバイクがなんかこう元気に街を走ってるっていうのはすごくロマンを感じますし、すごく愛着も湧きますし、うん、もうそんなに僕形を、まあ、カスタム好きな方いろいろ変えたりするんですけども、やっぱり今の形をすごく愛してるんで、うん、あのまま乗っていくと思いますね、うん、車種コンプレックスみたいなのは、うんうん、やっぱり感じることは結構ありますよね。ああいうのってでもすごくもったいないというか、うんうん、まあもし好きなバイクがあるんであれば好きなバイク乗ればいいと思うし、うんまあ、今の現行のバイクなんかも最強じゃないですか。それをどう自分のその日常にこう取り入れていけるかっていうことだと思うんですよね。うん、気持ちよくこうツーリングしたかったら本当に現行のバイクでもね、そっちの方がいいじゃないですか、はい、そういうんですよね。カスタムってこうあるじゃないですか、まあ、みんなすごくお金かけていろいろシート変えたりマフラー変えたり、ハンドル変えたりとかね、いろいろこう外装をこう変えたりとかするんですけど、実は乗ってる人のファッションが変わるだけでもう全く違う夏服と冬服だとバイクのその見え方も全然違いますし、なんかそれだけでもまあ、ある意味カスタムになるっていうか、結局人が乗ってどうなのかっていうことなので、バイクって乗る人が違ったら同じバイクでも違うカスタムっていう概念になるんじゃないかなって僕は思いますね。うん、そうそうそう、いろいろ幅があって、だから面白いのかなって思いますよね。その辺もやっぱりだんだん、特に若い頃って、うん、バイク乗り始める頃って、うん、かっこつけたいからとか、はい、そういうのも、はいはい、それはもちろん、うんうん、若い頃じゃなくて、もうもちろんもちろん今も、うん、かっこつけたくて乗ってますからね、僕は。その辺がだんだん自分が置き去りになる傾向が、その年取ってくると、ああ、そうですよね。出てきてる人とか、服装に全く無頓着で、うん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 、乗ってパーツを自慢しがちになってきちゃう傾向がやっぱりあるんだけど、そうならないようにするのってすごく、だから今言ったみたいに、いや俺はカッコつけるためにバイク乗ってるんだっていう、そういう気持ちってすごく大事だと思うんですよね、でもまあみんな多分、自分の格好はカッコいいと思って乗ってるんだと思いますよ。だから
そこのファッションも自由だと思いますけどね。勤めてる時から、まあ、独立した時もこうついてきてくれたもう長年お世話になってるお客様がいたんですけど、はい、その人にちょっと、まあ、投資の先にあってしまって、はい、そうなんですよね。すごい信用してた人だったんで、こう裏切られたっていうショックっていうのはもうだいぶ薄れてきましたね。もうでも1年以上経ってますからね。いや、もう2年ぐらい経つのか。そうですね。まあもう一番最初、早く、もう高速で早く終わらせないと、ちょっともう自分が、押しつぶされそうになってたんで、だからまあ、もうパワープレイしないと。うん、なるべくこう風通しを良くして、自分自身でこうついつい騙されたとかそういうのって、まあ、恥ずかしいことじゃないですか。人にはなかなか言えないことだと思うんですけど、もうなるべくもうあの風通しを良くして、まあ、そういうの務めましたけどね。まあいろいろ被害とかはあったけど、逆に考え方が変わったのか、得るものがあったのか、そういうところもあったりするんですか？あ、もちろんそれはありましたね。まあそれによってこう出会った人もいますし、まあ、いろんなそういう人生観が変わったんで、すごく貴重な経験でしたね。はい、まあ、次また体験したいかっていうと体験したくないですけど、今後どう、ね、何があるか分かりませんし、なるべくこう何でも受け止められるようなその、フレキシブルさっていうんですかね、そういうものは持ってたいですよね。人生観が変わったっていうのは、なんか具体的にこういうところ変わったとか、なんかあったりしますか？あ、やっぱりこうそれによってこう助けてもらった人が、まあ、たくさんいたんで、いろんなこう気にかけてくれたりとか、そういう実際なんか援助を持ってきてくれたりとか、まあ、そういう方たちがこうもう何も言わずにこう手を差し伸べてくれる人にこう触れて、ああもしなんか、こう困ってる人とかがいたらね、自分もなんか、なんか役に立てたらいいなっていうのは思いますね。自己満にならずに、その、助けてあげたっていうことに対してこう自己満にならずに、なんかこうずっとこう手を差し伸べてあげられるとか、近くでそういう寄り添ってあげられる、ただそれだけでも全然そうですね、生きるその活力になりますし、はい、そうです。まあでももう切り替えてるんで全然よく忘れちゃいます。はい、ね、前インタビューした時は、まあ、その時はね、夜中の2時3時とかお店でこう、もう2時だとか、あ、そう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 、こういうことがあったりとか、はいはい、信号赤なのに気づかないとか、そうですね、だいぶ追い込まれてた時期でもあったと思うんですけど、やっぱりだいぶその辺は、まあ、回復というか時間がだいぶ解決してくれたみたいなところもあるって。そうですね、結果まあ結局あれですよね、自分が騙されたのは本当それはしょうがないんですけど、僕の場合は仲間たちもね、いたんで、それをそれが終わらせられたのがもうそれが一番です。
今ほらハーレーとかバイクがすごい人気あるんで、すごいハーレーとか高いじゃないですか。でいらっしゃるお客様とかもなんかそういうハーレーの旧車乗りたいんですよっていう聞くんですけど、でも今こう国産の何か、国産のアメリカンだったり、また違 う川崎だったりホンダだったり乗られてて、まあハーレーが欲しいと、なんで欲しいんですかって、それすごくかっこいいじゃないですかって乗ってるやつね、言うんですけど、ちょっとそういうヴィンテージのものに憧れちゃってって言うんですけど、なんかそのヴィンテージのものを乗ったとしてもその人にしっくりくるかどうかっていうのはもうわからないんで、今持ってるそのバイクをこうもう愛して乗ってたら、もうどんなバイクでも、それこそ株とかでもね、このバイクすごい超気に入ってるんですよみたいな、だすげえかっこいいですよね、そういう人って。やっぱり古いバイクってどうしても、まあ、増えることがないからどんどん希少価値が高くなっていくと、どうしてもブランド価値がどんどん上がってきてしまってるっていう、その古いヴィンテージものも、はいはいはい、いや、このパーツ50万したんだよとか、最近はあと高級車って言ったりするんですよね、高い旧車で、要するにこの要するにまあブランド自慢ですよね。その方が例えば今おっしゃったその方、このパーツは何々なんだって、それは一つのこだわりですごくいいと思うんですよね。その人がそのバイクがこの部分はすごいこだわりがあって、すごい注目してもらいたいポイントなんです。それって人それぞれなんで、楽しみ方の一つとしてありなのかなと思いますね。まあ、自分が好きだったらいいと思うんですよ、何でも、だいぶタトゥーもびっちり入ってるじゃないですか。すごくみんな言うじゃないですか、あ、見た目のギャップがすごいっていう。で、多分その裏にはじゃあなんでこういう人がその背景に入れた背景ってどういうのがあったのかとかそういうのってなんかあったりするんですか。その見た目のギャップっていうのは自分で意識してその醸し出すものじゃないんですけど、どうなんでしょうね。バイクと一緒でファッションとして僕は入れてますんで、あと美容師っていうそういう仕事柄ね、まあそういうのに自由が効いたっていうだけで、はい、ですね。そんなに深い意味はないですね。自分が好きなこういう、デザインとかを、僕はポリネシアンタトゥーっていうそういう民族柄のデザインなんですけど、まあ、やっぱり自分がそういうのが好きで、そういうものをこう統一したかったなっていうのがありますね。ただあんまりこう人様になんかポリシーとか、はい、まあポリシーもないですしね。じゃあ、まあ、まあ服をかっこいい服を着るっていうのと、うん、まあ感覚的にはそんなに変わらないっていう感じですか。うん、そうですね、うん、まあ、おかげで僕はほらそういうなんか騙されてね、もうね、一文無しになっちゃったんで、まあ、タトゥーがあれば何も着てなくてもなんか着てるように見えるかなみたいな。自分の、まあ、そういう技術とかをこう磨いて、それをお客様にこう提供して、なおかつ喜んでもらう、でお金もいただけ てすごい僕はすごい
誇りを持ってる仕事ですよね。経営者、まあ、僕はそうですね、あの自分の会社をどん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 こう多店舗展開して大きくするっていう、それもすごい本当、まあ、羨ましいですよ。そういうね、あのたくさんの従業員がいて、あの、まあ、それも楽しいんですけど、やっぱり、まあ、特に男の人とかはね、男の子とかはあの将来絶対自分のお店持った方がいいと思うんで、うん、やっぱそういうそれのお手伝いできたら嬉しいですよね、うん、でやっぱりそういうずっといい付き合いができますし、うん、応援してこう送り出せるような、ね、うん、こう体力をあのどん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 つけていきたいですね。あれですよね、あの前は従業員の男の従業員の人が、あ、はいはいはい、今いたんですか。むしょむしょ、はいはい、今ですよ、はい、今は思いますけど、あの一人独立した子もいますし、うん、頑張ってますよね。もう現状維持でいいですね、はい、すごく質素に生活してますよ。あのスタッフとかにこうご飯とかこう奢ってあげても、次の日はこうね、なるべく出費を抑えるようになんか海苔弁食べてたりとか質素な生活してます。まあお金もない、人望もない、技術もない、数少ないそういう慈悲深いお客様たちに支えられて、うん、本当に首の皮一枚でやってますいつも、うん、なんとかねこの生活はだから続けていけられたら、幸せですね、うん、ね、美容師ってすごい大変な、働く時間が長いとかお給料安いとかね、上下関係が厳しいとかってあるんですけど、僕もあの一番最初成り立ての時、美容室、大体20人ぐらいの中規模サロンに、あのチェーン店だったんですけど、そこに入って、僕の同期って5人いたんですね、僕あの男僕一人で、あとはみんな同期女の子だったんですけど、やっぱりすごい生意気だったんですよ、うん、19歳とかだったんで、その時なんかある日掃除の時間、あの夕方ぐらいになるとまあ掃除の時間になるんですけど、僕あんまり掃除もしなくて、バックルームで、みんなスタイリストの人が並んで、あのなんか雑誌とか読んでるんですよ。気取ってっていうか、あのなんかエルジャポンとか、なんかこうボーグジャパンとか、なんかそういう洋書を読んだりとかしてる店長とか、店長副店長、まあスタイリストさんがこう並んでるんですけど、一番横で僕は掃除の時間にジャンプを読んでたんですね。ジャンプを読んでたんですよ。で、そこで3つ上の中タッチっていう、僕は陰でそう呼んでた中タッチっていう男の先輩がね、でその人がすごい剣幕で、おい鈴木、お前同期で男一人なんだから女の子たちを助けてやれよみたいな、そのバックルームで言うわけですよ。で僕何なのこいつとか思って中田っちは結構姑息な感じの人だったんです。それをスタイリストの前で僕を叱って、自分の株を上げてるんじゃないかなって、僕はすごい、そういう横島な考えを持ってたって若かったから。でも今思うと、もうだから30年ぐらい前ですよね。30年近く前だったんですよね。今思うと、なんか、そういう今でもその怒られたことって覚えてるわけですよ。それで真剣に怒ってくれた人しか考えてみたら覚えてないんですよね、うん、で今思うとやっぱそういう真剣に愛情を持って叱ってくれる人っていうのは今になってやっぱすごい感謝しますし、
ね、なんか当たり障りなく優しくされてた先輩とかって覚えてないんですよね。うん、優しい中にもちゃんとこう愛情を持って叱ってくれたりとか、僕はその時は感謝できなかったですけど、あの、うん、感謝してもらえるといいなって思いますね。